男子シングルス決勝戦、日本バドミントン界の時代を担う若い2人の戦いになりました。大学で花開いた苦労人田中雄志対ジュニア時代から天才と言われてきた奈良岡功大、勝てばどちらも初優勝です。田中後ろを確認して、ああこれが入っています。お見事です。8連続ポイント。そのネットプレーを制し始めている奈良岡に対して田中は我慢の時間帯を迎えています。後ろ後ろへシャトルを配球しています。そしてジャンピングスマッシュ、一瞬のスピードがあるのは田中。奈良岡ここは落ち着いてクロス、後ろゆっくりと見てアウトになりました。なんとなんと10連続ポイントで17点。さあ今日注目のネットプレープッシュ仕掛けていった田中、ただここはネットを越えませんでした。第1ゲームは21対14で奈良岡が取っています。になるストレート、スピードを上げてきました。これが田中由の持ち味です。ここも奥へ、今度は前を使う。これもしっかりとレシーブした田中、逆をついた田中、ジャンピングスマッシュクロス、よく上げた。これもついていく、また上げた。いやしかし帰らない。サービスオーバー。またラリーになります。仕掛けた、いいヘアピンがあって田中、今度は後ろクロスだ。奈良岡を攻略する自慢のジャンピングスマッシュです。ヘアピンの攻防、上げた田中、またラリーになります。クロスだ、揺さぶ、クリアの展開からアウトを誘い出しました田中雄志。第2ゲームは21対17田中が取り返しています。セカンドゲームワンバイ。田中のスピードに食らいついていかなければならない奈良岡。わっと逆をついたヘアピン、なんとなんと奈良岡からノータッチエースを奪いました。このネット前ですよね。もう一回ヘアピン落としてきましたね。後ろを使うチャンスを迎えてジャンピングスマッシュ、ここは1本切ってきました、はい、さあチャンピオンシップポイントも近づいてきました。優勝まであと3ポイント。前を使う、また同じようなフェイント、ストレート、ラインいっぱい決まっています。いやこのストレートサイドのスマッシュがいいですよね。全力ではないんですけども、もう次への、ね、ストレートに行くプッシュに行く体勢ができてますからね。地道な努力を積み重ねてきて大学で花開いた田中雄志、初優勝へ向けてあと1ポイントです。ネットプレー制して田中雄志初優勝。桃田賢斗の次のエースは俺だ、そう名乗り得る全日本総合初優勝です。田中雄志さん、今年1年自分としても結果が振るわずに、なんかすごく厳しい、心の面でも厳しい1年だったんですけど、まあ、最後しっかり我慢できて自分のいいところが出せて、すごいほっとした気持ちで声が出ました。まあ、相手が疲れてるのも見えましたし、まあ、その
先に動いている感じが自分でもしたので、まあ、もう一回同じところに打ってみたりとかちょっとこう工夫をしてできたかなと思います。これで次のステージへと、まあ、一つ近づいたわけですが、 A 代表そしてさらにその先へ向けて最後に一言お願いします。まだ自分が海外での、大会での結果がないので、これから、まずは B 代表かもしれませんが、その中でしっかり国際大会勝っていって将来的には A 代表に入り、オリンピックで金メダル取れるように頑張ります。